チャオ、あちゃんです。今日はね、7月11日、あちゃんとお買い物行ってきてね、お買い物が今日ちょっとお昼ちょっとね、いかんなところがあって、で、子供も一緒に行こうか、ご飯食べようかって連れて行って、家族でご飯食べて、お買い物してきました。お買い物紹介します。まずね、よってて行数で買ったもの、よってて行数の合体ね、そこで買ったもの、タコ、フリルレタス、フリルレタス、根っこついてるからね、根っこ、焼きそば、6玉、じゃがいも、大葉90円、お餅1キロ450円、米油、ツナ缶、きゅうり1、2、3、4、5本で80円、安いね、きゅうりね、あんこ、こしあん、これね、国産、中国産やったらすごい安かったんやけど、こしあんこれ 100% 北海道産の小豆使ってんねんね、北海道産小豆 100% しようね、これがね500円ぐらいです。ちょっとスイーツ、和スイーツを作ろうかな、平貝、自由卵、卵、ティッシュ、青ネギ、トメイト、バナナ、チーズ、わら納豆、鮭、鶏ミンチ、これで 300g ぐらい、春巻きの皮、またじゃがいも、プリン、こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく、燃えて、オクラ、ポンジコミと、たくみの玉、パン、で、歯ブラシ、ちくわ、餃子の皮50枚、キューピーのマヨネーズ、松の前売ってないのよ、うちのね、手に取り入れないのよ、スルメ、これ光に頼まれて、光が通せーって今待ってたからね、で、お酒、なんかようわからんお酒、フルーツやーちゅうの、グレープフルーツとね、あとライム、で、ビアこれね、ビルスナーと、ビルスナーとウェイスピアっていうの、ウェイスピア、バイツェンってことだよ、すげえな、ドイツ語分からん、それとこっちピルスナーで、あれ、ね、ジョッキ缶、
葉牛乳、北海道の、根室限定で、飲む果実グレープフルーツ 100% で、ゴゴティーのいちごと三ツ矢サイダー以上をやらねえけれども、あのね、そうそうそう、あのあそこ、キッポワン行ってきてね、途中でね、食べてみんなでね、あれ食べてね、クズのアイス、あれ美味しかったね、また食べようってみんなで食べて、ほらね、まあ、覚えてくれとって、ね、あ、いつもありがとうございますって、これは新製品なんですけど、試供品で食べてください言ってもらって、これまたいただきます。今日の晩ご飯でいただきます。それとね、これも買ったね、試しに、キウイ大福、はい、やるのを買いました。ということでね、これがね、今日あっちゃんが買ったものやねんけどね、ちょっとね、冷蔵庫へ。軽く冷蔵庫入れましょう。使わへんもん、冷蔵庫。まあね、こんな感じでね、いろいろ買ってきてね、ちょちょ冷やすような気がしてきますね。まあ、こんな感じでね、お買い物してきました。で、ちょっとね、まあ、みんなでずるっと出かけてね。ほんで、大桑でね、たこ焼き売っとるから、たこ焼き買ってね、途中で、たこ焼き、大桑のとこで、たこ焼き食べたのよ。で、こんな感じでね、たこ焼き食べて、ちょっとしながら、今日お腹あんま減ってなくてね、まあ、晩ご飯軽く作って、ゆるっとしましょう。はい、ということで、今日のあっちゃんの、あっちゃんちの、あっちゃんちの晩ご飯ちゃうわ。買い物紹介、今日はね、大桑と、寄ってってでお買い物してきました。で、はま寿司でご飯食べてきてね、真ん中にね、家族でふらっと出て行って、まあ、なかなかね、子供が大きくなってくると休みとかもまた連れてくるんでね、土日とか出てるんで、ね、また会う日も変わってくるんでね、そんな感じで一緒にご飯食べられに行くときは行ってきて、ゆるっと過ごしたいと思います。はい。ということで、今日のあっちゃんのお買い物紹介良かったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。では、またお買い物紹介しますね。買ってきたらお買い物紹介します。ではまたね、バイバイ。